村上さんちょっとブスですよ。ちょっと村上さんうるさいよ。兄弟猿やん。ごめんなさい、同じ師匠やつ飛んできた。カッパがおる。またおるやんカッパ。しょろやしょろ。ネズミの妖怪や。カッパ2号やカッパ2号。拷問やん。我慢しよう。上だけで年齢上がりすぎてるから。まもなく子泣きじじいになるやつでしょ。ゴリラの運動会やん。イースター島出身の方ですか。おねえやん。カメみたいな目。必死やん。うわマジシャンマジシャン。イリュージョン。マントヒヒみたい。赤ちゃんやん。宇宙人っぽくない。生まれたてのグレイやん。ベートーベンみたいな。シュロー再び。シュローリターンズや。シュロー髪伸びてる。めっちゃ腰振ってる。ピストン置く。びっくり箱出てきた時に。王将のでかい唐揚げの。油上がりのシュロー。シュローの友達。シュローの家の庭で飼ってる鯉ですね。いや博士だろうやん。カーペットに寝てる坊主やってこれ。生ハゲの顔や。悪い子はいねえか。見てない。どっか行ってもうてる。こう内股ほらしたやつやん。内股に出るやん。長野さん。タケコプターついてるけど、あと俺こんな顔してるの。めっちゃ警戒してんな。やるのか。村人に見つかった瞬間やなこれ。あらうわきっしょ。キツネの仮面かぶってるやろこれ。出た初老。一富士出ました。なんか香港映画出てきたやん。スライムみたいな。全食べしてます。タイ人よ。バイクでこけたね。こんなキツネに取りつかれた。心霊写真とかに出てきそう。うわうんちょこちょこちょこピー。ジャッキーチェンとサモハンキンボみたいなもんや。